ある平日、仕事が休みだった私は午前中から一人で買い物していた。もう昼か、お腹すいたな。あれ、なんかいい匂いが。たまたま通りかかったラーメン屋に食欲をそそられ、そのまま店内へ吸い込まれる私。いらっしゃいませ、何名様ですか？声は大きいけど、不愛想な店員さんが出迎えた。一人です。こじんまりとした店内はカウンター席がメイン。男性客で4割埋まっており、あとは入り口近くにテーブル席が一択だけあった。では、こちらの席へどうぞ。はい、なぜか店員さんは私をテーブル席に案内する。ここって4人掛けだよね。混んできたら他のお客さんの迷惑にならない？一人なのでカウンター席でいいんですけど。いやいや、テーブル席へどうぞ。私は自己申告するも店員さんは譲らない。仕方なく私は勧められるがままテーブル席に座った。どれも美味しそうだな。よし、今日は奮発しちゃえ。すみません、特製チャーシュー麺ください。かしこまりました、特茶一丁。注文してしばらくすると、いらっしゃいませ、2名様ですね。おそらく近所に勤めている人たちが来店し、店内は少しずつ混んできた。お待たせいたしました、特製チャーシュー麺です。はぁ、美味しそう、いただきます。私が食べ始めてからも続々と入ってくるお客さんたち。二人なんだけど。すみません、満席なんですよ。そちらでお待ちください。入り口のわずかなスペースには所狭しと順番待ちの列が。お昼とはいえ平日でもこんなに混むんだ。確かに美味しいし人気店なんだろうな。そう感心しながらラーメンを味わっていると、あの女一人のくせにテーブル席で食ってやがる。混んでんだからカウンター席行けや。大工さんっぽい若い男性のペアが私にも聞こえる声で愚痴り始めたではないか。ああ、案の定こうなったよ。あったかいラーメンを食べているはずなのに冷や汗をかきそうになる私。たくずうずうしい女だな。何のんびり食ってんだ。ほんと迷惑だぜ。立って並んでんのが目に入らねえのかよ。私はいたたまれなくなって、まだ麺もチャーシューも残っていたけど席を立とうとした。しかしその時、女性のお一人様はカウンター席にはご案内しない決まりですので。私をテーブル席に通した店員さんが男性たちを説得しようとする。は？なんで？カウンター席に女性がお一人で座っていると、勝手に隣へ移動して声をかける男性がいらっしゃるんです。そうなると気持ちよく召し上がっていただけないので、こういうマニュアルを作ったんですよ。なるほど。ところが男性たちは呆れた様子で悪態をつく。知らねえよそんなの。別に俺たち女に話しかけたりしねえし。大体女の一人飯はろくなことがねえよな。席を限定するんじゃなくて女の入店を鼻から禁止すりゃいいだろうが。そうだそうだと騒ぎ立てる男性たち。気づけば店内の全員の視線が彼らに向いている。ちょっと君たち、そんな言い方はひどいんじゃないか。さすがに見かねたのか、手前のカウンター席で食べていたサラリーマンが割って入るも。なんだどてめえ、やんのかこら。まさに一触即発という感じで、男性たちは今にもサラリーマンに殴りかかりそうだ。あー、お店選びを間違えたな。こんな雰囲気で麺をすするわけにも帰るわけにもいかない。私が困り果てていると、ガラッと店のドアが開いた。あれ、お前ら何やってんだ。入ってきたのは若い二人同様、大工さんっぽい格好をしたおじさん。お、社長、お疲れさんっす。男性たちは慌てて挨拶する。店員さん、これは何事ですか。あ、お兄さんは食事を続けてください、麺伸びちゃうでしょ。社長と呼ばれたおじさんは店員さんに事情説明を求めると同時にサラリーマンを座らせた。話を聞き終えた社長はただでさえいかつい顔をますます険しくして説教を開始。たく、こんなとこで他のお客さんに迷惑かけてんじゃねえよ。女を入店禁止にしろとかバカかお前ら。おい、すんません。そもそもラーメン屋でナンパしようとするような男がいるのが悪いんじゃねえか。女の人は何も悪くねえだろ。そりゃそうっすけど。社長には逆らえないのだろう。男性たちは面白いくらいタジタジだ。ほら、お前ら謝れ。今度またトラブル起こしたら首にすっからな。
社長に促され、男性たちは私とサラリーマン、店員さんに頭を下げる。申し訳ございませんでした。そして社長は表情を崩し、店員さんを優しく諭した。店員さんもよ、マニュアルにこだわらないで臨機応変にやったらどうだ？昼時なんてだんだん混んでくるのが目に見えてんだろう。ええ、おっしゃる通りです。お姉さんもごめんなさいね。それもう冷めちゃったんじゃないですか？いえ、大丈夫です。店員さん、お姉さんのラーメン作り直してあげて、僕が払いますんで。かしこまりました。特茶一丁。いや、今からもう一杯なんて食べられないって。社長は私のラーメン2杯分の会計を済ませると。じゃあ、こいつらのことはよく叱っておきますんで、僕はいずれ出直します。自分は何も食べず、男性たちを引き連れ、颯爽と店を出て行った。それからすぐにカウンター席が空いたので、私はテーブル席から移動。作り直してもらったラーメンをお腹パンパンになりながらも完食した。なんか大変だったけど、カウンター席でマイペースに食べられるなら、また来てもいいかな。その時、もし社長に再会できたら、ちゃんとお礼を伝えたいものだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。